はい、ということで、皆様どうも、ご参加しております。鉄道読書でございます。ということでね、本日こちら、近鉄の、鶴橋駅の方にやってきております。現在こちらで、2路線、阪神車と奥に近鉄車、これですね、はい、ありますけども、本日はですね、この駅からですね、鶴橋を出たら次はね、奈良県まで止まらないね、化け物列車がね、走ってるところでね、本日はその電車の方に乗車をしていきたいと思います。そしてですね、そのね、爆速電車というのはこちらでございます。快速急行でございます。今放送になっておりますけども、こちら快速急行の方に本日は乗車をしていこうと思います。ということで、奥からというのは近鉄奈良駅快速急行でございます。この電車にね、乗っていくわけでございますけどもね、現在で映っているのはこちら阪神電車ですけども、たまには近鉄車で運休されることもありまして、これはね、運よくね、近鉄か阪神かっていうのね、わかりませんけども、まあ、その時によって、ね、違うわけでございます。で、乗車していきたいと思います。ということでね、こちら近鉄の鶴橋駅を出発しました。いやーでもね、結構ね、快速急行乗る人ね、結構多くてですね、それをなんでかと言いますとね、僕ね、サムネイルの目に終わる通りですね、これ鶴橋はね、これ大阪府なんですね。大阪府出たら次は奈良県は止まらないからね、これね、無料の特急でございますから、皆さんこれは乗るもんでしょうね。そりゃそうでしょう。これは目の前にね、近鉄のね、これはおじさんでございますよ。おじさんが頑張って走っております。そしてね、こちら、鶴橋といったね、4路線あるわけなんですけども、一番端っこと、私たちが走ってる横が大阪線。私が走ってるところと一番端っこから左側がこれ奈良線でございます。まあ、正式ではね、これまだ難波線なんですけどもね、この先ね、伏せからこれ大体奈良線というね、扱いとなっております。そしてですよね、伏せを通過しまして、これね、生駒山の方ね、全どん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 、繋がっていくわけでございます。目の前高速道路じゃありませんよ。これ目の前高速道路ですけども、これ高速道路の奥にあります。これ、生駒山地でございます。生駒山地をね、これはね、生駒山地ではね、まあ、基本ですね、関西本線とかね、これをね、迂回するように走ってるんですけどね、この奈良線に関してはね、生駒山地をぶった切るように走ってるわけですから、まあ、所要時間に関しましても、ね、全然ね、短縮できるわけでございます。いや、これがね、奈良線とね、関西本線がね、まあ、勝負で、勝てる、秘訣だと僕は思っております。そして電車は東花園駅を通過中でございます。この東花園をね、通過してからね、なんとね、生駒山地がね、めちゃくちゃ近く感じるんですよね。それはなんでか、生駒山地がめちゃくちゃ近いからでございます。まあ、この駅でね、前方走ってた普通電車、東花園止まりの電車をね、後にしまして、この快速急行をぶっ飛ばして通過をしていくわけでございます。まあ、ここの東花園駅はね、隣にですね、車庫があるわけでございますから、ここにですね、まあ、いろいろな車両が止まっております。鍵広とかね、あとはアーバンライダーとかも止まってました。まあね、ここにね、結構近鉄の、ね、車両とかも止まっておりまして、奈良線に結構ね、なんですか、その車両基地がありまして、まあ、ここに東花園と大和西大寺のこう車庫があります。そしてですね、こちら電車は山越えを走っていきます。あやめ駅だったら忘れましたけども、この駅を通過してからですね、生駒山地が目の前でございます。いや、すごいな、これ目の前にこれ見えていますよ。さっきより全然遠かったのがこれ目の前でございます。これ一応ね、ここのね、勾配はですね、30% ですね、1000メートル進むことでね、これ 30% でね、上がっていくわけですから、これ見た通りですね、もう電車でめちゃくちゃ傾いてるわけなんですよね。いや、もう怖い怖い。もう怖すぎだろ、これ、ね。怖すぎよ、本当に怖いよ。大体ですね、この快速急行というね、ここら辺ですね、ここら辺でですね、まだね、前方走りますね、普通電車。これ最大重機だったから、区間準急区忘れましたけども、意識力で代表するわけなんですけどもね、大体まだこれにね、引っかかるわけなんですね。まあ、これに関しては快速急行あるあるはね、これはもう仕方がない。これね、もういつもですから、いつも通りですからね、これいつも通りの快速急行ですから、まあこれはいいでしょう。そしてですね、こちら、生駒駅を通過手前でございますけどね、東側をご覧ください。なんとこちら、大阪平野を一望できます。まあ本日はね、まあ、雨だったんで、ちょっと景色が悪かったんですけども、でもこんな感じでね、大阪平野を一望できまして、特に夜なんかね、もうこれ無料のライトアップをしてますからね、普通にライトアップって言うじゃないですか、これね、大阪の景色をね、綺麗に見えるわけですから、まあ、ここはね、ほんと絶景スポットとして、僕はね、第1位だと思ってますからね、大阪城の絶景スポット、ここ第1位でございますから、皆さんぜひね、石切駅、降りてみて行ってください。ということで、電車はね、目の前、大阪府最後のこちら、石切駅を通過手前でございます。まあ、この駅を通過するとね、まあ、生駒山地をね、ぶった切っていくためのこうトンネルで入っていくわけでございます。このトンネルがなかったらね、この生駒山地をぶった切れないわけですから。いや、すごいよな。この生駒山地ではね、実は
事故がありまして、まあね、トンネルの作成を掘ってる最中にですね、まあ、死亡事故というものがありまして、まあ、鉄道の歴史上でもね、まあ、結構悲しいことでございますけども、まあ、基本的に人が亡くなるというのはね、もう悲しいものですから、悲しいことだ。まあ、これに関しては、まあ仕方がね、うん。まあ、これね、もうその人とのおかげたちで、その人のおかげで、こちら、生駒さんちのね、これ、通ってるわけですから、まあ、本当に感謝をしないといけません。逆にね、このトンネルがなかったらね、逆に京都じゃなかった、すみません、して、関西本線に負けていると同じですからね、関西本線は先ほど言いましたが、迂回するように作っておりますからね。そしてトンネルが入ったわけなんですけども、これ夜みたいに、ね、真っ暗なわけですよね。基本トンネル真っ暗なんですけども、こんなトンネルね、基本こんな真っ暗なトンネルあんま僕は見ないですけども、いやでもこう最高だな。これでまたね、いい気分を味わいますね。まあね、昼からね、だいたい朝昼ぐらいからね、急に夜にね、戻された感じ。まあ、これに関しては僕は結構好きですよ。ということでですね、電車は、近く間を終えて、こちら奈良県に突入いたしました。生駒駅の到着案内でございます。ここでね、奈良県最初の停車駅でございます。ここに生駒で到着でございます。ということで、今回はこちら動画の終着点でございます。目の前にはね、これ大阪の難波駅の区間準急だと思うんですけども、停車をしております。たまにね、この電車もね、近鉄の車両なんですけども、こちら阪神に総直ね、総合直通のね、運転をしてくる時があります。それでね、もう傘を置いてたんで、ね、傘を取りまして降りていきたいと思います。それで、鶴橋駅に到着、すいません。ということで、生駒駅に到着をいたしました。それでですね、こちら、さっき私たちが乗車してきました、こちら、近鉄奈良駅の快速急行でございます。まあね、これは快速急行っていうのはね、本当に石切から、鶴橋から生駒までね、これなんと、驚愕を13分でこう繋いでますからね。そしてこれ、快速急行赤色ですけども、これ実は阪神線内にこれ青色が起きたんですよ。なんでね、こう、阪神、じゃあこの近鉄線内にこれ赤かと言いますと、で赤色ね、これ基本ね、近鉄は特急というね、色ですし、まあ、阪神線内の青色がね、これ快速急行なんですけどもね、まあ、これがまた相互直通をしていくですね、まあこれね、まあやっぱ面白い部分でございます。ということでね、この動画はここまででございます。皆さんね、本日は、皆さんね、ご視聴ありがとうございました。